Alright, guys, ようこそ。Welcome to Haikyuu Season 2, Episode 2. Last episode was absolutely insane. We saw Hinata surprising Ushiwaka, or Ushikawa, I'm not sure right now. And yeah, that style was so cold. Oh my god, I had chills, I had goosebumps, I had everything. I sweat. And yeah. If you guys would like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon, the link will be down in the description. And if you like this video, then press the like button and subscribe to me. Thank you guys. Let's head to Haikyuu. Yeah. Finals.週末だよ。場合によっては夏休みにも入る。遠征は物理的に無理なんじゃないかね。鬼も逃げられないぞ。赤点って、なんでですか。そっから影山が息してません。教頭先生に一生懸命頼めばきっと。まずは一生懸命赤点を避けて教頭先生の承諾はもらえても、 補習になった場合、そっちが優先だよ。教えてください。ひなたよ、これはあまり言いたくはなかったが、この俺が勉強できるって。いや、that's right。He doesn't look like the study type。そこで小テスト二桁以上の点数ほとんど取ったことないですけど、大丈夫ですか？え？え？おい。 お前らボサツ顔やめろ。先生も知らないぞ。この馬鹿4人抜きでカラスの魔マックス発揮できるか。いやできない。嬉しいよな。<笑>根性だけでいきなり徹夜。日中の授業も部活もぐずぐず。なんてことはもってのほかだ。影山。はあ。嫌だ。おい、わがまま言うな。赤点取ったら遠征行けないんだぞ。猫魔だぞ。東京の強豪がゴロゴロなんだぞ。影山も勉強できないって意外だよな。 頭の回転早そうなのに。いや、影山はルックスマート。さん。勉強教えてくれ。え、嫌だけど。ちょっと小さい方にばっか頼ませるって卑怯じゃないの。Come on, you can do it, Kageyama. I believe in you. 教えてください。はあ。 勉強教えてください。What is she doing?他のクラスのまだ部活やってないやつ探してみました。Is she trying to find a manager for Karasuno Club? Because she's a third year too, right? So she has to have another manager before she leave. Ultimate bait? Isn't it? Ultimate decoy. トイロク、次の括弧に当てはまる。無慈悲なものにも時に慈悲の心から涙を流すことがあるということわざ。鬼の目にも。この棒。痛い。目が。鬼って見て問題もよく読まないでガーって書いちゃったんでしょ。本当単細胞。そうだ。 お前はもうちょっと落ち着け。影山も人のこと言えないんだけど、全体的に日向よりできてないんだよ。英単語の暗記くらいは自分でなんとかしなよ。日本人に英語がわかるか。Bクイック。え、C、C。
セッター前の時間差。レフトバックアタッカー。ディフ、平行、セミ、また後ろの。これ、どのくらいで覚えた？教えてもらった日ですかね。いや、でも。暗記ができないとは言わせない。西野屋、昨日の小テストを出して。おやつ。国語は基本的に文章の中に答えがあるから、よく読めばわかるはずで。問3、ノリオの矛盾した2つの気持ちを最もよく表している一文を文中から抜き出しなさい。もっと男らしく生きろ、ノリオ。文中から抜き出せって書いてあんじゃん。問題もノリオも無視すんなよ。ノヤさん、かっけーぜ。げ、あんたたち勉強してんの？Damn, she's a baddie. Who's that? Oh, she's a bigger sister of Tanaka. Yeah.チーム作ってんだよ。祭りとかになると張り切ってんだ。おお。東京は明日からインハイ予選なんだよな。頑張れ。まあぼちぼち。小陽たちはこっち来るんでしょ。兄ちゃん縄跳びしよう。兄ちゃん勉強するんだって。よし、行くぜ東京。小陽うるさい。いやー、一組の田中、最近授業中に寝てないだけじゃなくて、授業後に質問に来たりするんですよ。3組の西野屋もですよ。やればできるんですね。あの、ちょっといいかな。 What is that? Krasnodar High School Boys Volleyball Club Members and Managers Seeking Members. That's the one we saw in openingI kind of like the, how do you call it, break in the middle of episode where the song was just She's not even listening to her. でね、まずは仮入部って形でどうかな。はい、本当ありがとう。じゃあ放課後また来ますね。なになに、なんすか。新しいマネージャーとして仮入部の、いや、八千ひとかです。八千、一年生。まあ、朝日あります。勢いで来ちゃったけど、でかい人いっぱいだ。明日どうしよう。あんな美人の隣に2分近くった。ファンの人とかに挨拶されたらどうしよう。 No, I don't think she has any fans. どうしたの？こんな人までファンなんて、こらば。 I mean, yeah, he kind of looks like a delinquent.部活前後だけって話だったよね。ねえ。だって英語の吉田先生いなかったんだ。営業時間に出直してきてくださーい。昨日のさ、マネ候補で来てた子いたじゃん。あの子5組って言ってたから勉強得意かもよ。そっか。うん。5組進学クラスだもんな。おお。昨日のバレー部の。どうしよう。なんだろう。自己紹介されたっけ。Nah, they didn't. だから月島っつメガネのっぽに教えてもらってんだけど、なんでできないの。最近俺と影山がバカすぎてイライラして。私でよければ。本当に
うん。でも果たしてメガネノッポさんより優しく教えられるかどうか。それは絶対心配ないよ。Yeah. すげえ。なるほど。すげえ。ひなたくんは。ひなたでいいよ。ひなたは勉強嫌い？嫌い。ずっと座ってんのがもう辛い。でも頑張るのはその東京遠征に行くため？そう。東京の強豪とがっつり練習試合すんだ。東京に猫間高校ってのがあって、そこのセッターがすっげー賢くて、トサカみたいな頭の主張がなんかでかいし悪そうで、あとレシーブがすごくて何打ってもビャって拾って。猫間のリベロすげーよな。セッタートサカリベロポジションかな。あの日向もマネージャー、なんでバレーってでっかい人がやるのかと思って。That's not a rule。でっかい人多かったし。小さいけど、俺一応レギュラーなんだかな。そう見た目で判断するなんて、ごめんなさい。いいけど、慣れてるし。でかくなくても、俺は飛べる。Yeah。みんなでっかくて強そうなんだ。でも試合してると、そういう奴らと戦ってるってわかる。ワクワクする。ゾクゾクする。じゃあ、ひなたは小さな巨人だね。おお小さな巨人知ってんの？ I don't think she knows. いや、こう、スポーツとかで大きい外国人選手に混じって活躍してる日本人とかをそう呼んだり。お、そっか。そう、俺小さな巨人になるよ。おい。Hinata is son. Nice. Hinata のコミュニケーション能力の高さよ。もう仲良くなってる。あ、でも流れ玉には気をつけてね。はい。流れ玉？まさか暗殺？君大丈夫？あの一応俺コーチなんだが。また見た目で人を判断してしまった。No, she's jokes. Oh my god. Nice, Hinata.私は攻撃力なら剣でもトップクラスだと思うよ。お子さんが喋っとる、笑っとる、お口動いとる。ガールズトークってやつなのか。うわ、忘れんじゃねえぞ、こら。今度こそ行くんだ、全国の舞台。その通り。 That's right. 私とは違うな。明日ですが、急遽大喜西高校から練習試合の申し入れがありましたのでお受けしました。インターハイ予選を見てぜひとのことでした。Okay, there's nothing anymore. Yeah, thank you guys for watching. If you like this video, then press the like button and subscribe to my channel. It would really help me. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description, as always, with early access. So don't hesitate and click that link. And yeah, that's it for today, guys. Well, not for today. I think I'm going to watch another episode. So yeah. またね。よしよし、ようこそ皆さん。 Today we'll be watching Haikyuu Season 2 Episode 3. Let's not waste any time and let's watch it. Yeah. That's it. ひとかちゃん、着替え終わった？送るからちょっと待ってて、私も着替えてくる。あ、いや、あのですね、東京遠征の際に借りる予定だったバスがどうも他の部と被ってしまって借りられそうにないんです。予定より費用がかさみそうで、どうしたものかと。すみません、僕もいろいろ当たってみます。まあいざとなったら貯金が。No、 武田先生、 Stop it、 You're way too kind。 えっと、
一念がある。へい。君、ぜひともカラスのバレー部に入ってくれたまえよ。え？君がいると清子さんがよく喋る。そんな勧誘があるかバカ。劇とかやっても絶対その他大勢の一人なんです。村人 B とか人か Townsperson B。 だから、okay. バレーの経験も知識もない村人 B の私を清水先輩があんなに一生懸命誘ってくれてすごく嬉しかったです。わかるぜその気持ち。俺も清子さんに君からお金を騙し取るからついてきてって言われてもついていく。You're so manly. Nah. Oh, nice. お母さん、これから Townsperson B. Damn, her mom's baddie. Hi.実は私、男子バレー部のマネージャーに誘われて。バレー？うん。カラスノのバレー部って、前は全国にも行ったとこじゃなかった？強豪なんでしょ？ Oh, she knows. Alright, sorry guys, I had the phone call. 最近また強くなってきてるらしくて。タクシー来ました。あんたバレーなんてわかるの？それは、これから勉強したりとか。なんでもいいけど、本気でやってる人の中に入って中途半端やるのは。一番失礼なことだからね。Damn, you shouldn't discourage your daughter like that. 先輩、なんでするんすか。私は強くなってほしいと思って。でも私の言葉一つでやめちゃうなら、この先何か些細なことでくじけるのは目に見えてる。I mean she's right, but okay.Girls changing room. Are we going to see? 何か迷ってる？ちなみにだけど私、もともとスポーツはやってたけど、バレーもマネージャーも未経験だったよ。始める前から好きってことないじゃない？何かを始めるのに揺るぎない意志とか崇高な動機なんてなくていい。Show the angles right, man. 少しずつ大事なものになっていったりする。スタートに。大木西高校到着は4時半だそうです。Four and a half hour. 手伝う。いいよいいよ。自分のことやって。わかった。今日の試合って練習試合だよね。おう。その遠征に行くための勉強も本番じゃない試合もどうしてそんなに頑張れるのかなって。お？強くなって。勝ちたいから。きっといろいろ理由があるんだね。理由？勝ちたい理由？うん。負けたくないことに理由っている？ダーン。なあ影山、負けたくない理由ってわかる？腹が減って飯が食いたいことに理由があんのか。うん。だよな。ごめん、愚問だったね。いや。愚問。ほら質問。また自らの問いをへりくだって言う言葉ついこの間やった。集合。Was it already 4 hours? What? うわ、あっちもみんな大きい。負けたくないことに理由っている？アイサース。Oh, she's trying too. Damn. 今日の相手はカラスノですか。あれですよね。落ちた強豪、飛べないカラス。Stop calling them that. そういう Yeah, that's right. インハイ予選で青葉城西相手にフルセット。最後はデュースで30点台まで追い詰め。マジですか。まあそれもそうなんだが。先輩。特に10番。10番の。凄まじい運動能力の1年がいてな。たまにゾッとするような。Damn, Hirata looks so cool. そろそろ始まるから、着替えとけよ。
Yeah, if you guys don't know, she's after surgery, so I have to keep an eye on her. Oh, wait. Yeah. I think it's way better than the bun he had. インターハイ予選後初の対外試合だ。あの時の悔しさ忘れてねえよな。よし、思いっきり暴れてこい。カラスノー、はい。はあ。こことは戦ったことあるの？いえ、ないです。ふん。ええ、す。ひとかちゃん、そっち行って。あ、はい。僕一枚、いける。But it's Tsukishima. ナイスにしな。すごい反射。励ま。Damn. You can't have only one blocker on Asahi. 派手な音ですね。でもパワー型二人に気を取られてるとね。小さいカラス。Yes.Damn! Oh my god! They won two sets? Both of them, nice.本気でやってる人の中に入って中途半端やるのは一番失礼なことだからね。でも、こんなすごい部でスポーツ自体に疎い村人 B の私じゃ足手まといになるし。ああ、そういえば俺もやったことあるよ、村人 B。 え？村人 B。 ああ、バカにすんじゃねえこの野郎。村人 B には村人 B のかっこよさがあんだよ。じゃあ影山はどんなのやったんだよ。月とか月。くそ、村人 B には村人 B のかっこよさがある。うん、what's she doing? Oh, some kind of poster. Yeah, honto dasukatta. Yachi-san, doyou made benkyou oshiete kurete arigato na. Ojomo shimashita. Iie, kono ko ga sensei de daijoubu datta kashira? Hai, kore de testo bacchiri desu, tabun. I think. Toyou ka, muda ni wa shimasen. Yachi-san no koui o. Koui.自分が自分に示してくれた気持ちについて言う言葉。ヤチさんも一緒に東京行こうね。うん。いや、私お母さんにまだ何も説明してない。Oh. じゃあまた来週。バイバイ。バイバイ。すみません、遅くなりました。行きましょう。じゃあ私も打ち合わせに行くわ。今日もまた帰り遅くなるから。あ、やべえ、ヤチさん家に教科書忘れた。俺戻って取ってくるわ。じゃあな、影山。あ、あの日向さん、ちょっといいっすか。日向さん、いいっすよ。バイ。そんなことで入部しようか迷ってんの。とりあえず俺は影山の後頭部にサーブぶつけたり、yeah. 田中さんの股間にギュッ、教頭の面吹っ飛ばしたけど、いや、all of that。もしかしてお母さんに言われたから気にしてんの？あ、いや、なんていうか、その…じゃあさ、言えば。え？駅に向かってね。おー、やちさん、今のままじゃ進めないよ。やりたいなら言わなきゃ。バレー部に入るかどうかは関係なく、このままでは今までのヘタレな自分と変わらないのだ。自分の口で言え。ひとかちゃんに同じ強さ求めちゃダメですよ。ひとかちゃんはこれから強くなるんだから。お母さん、ひとか、村人 B も戦います。I don't think she understands. 私、バレー部のマネージャーや
Damn. そう、頑張って。晩御飯はうちで食べます。了解した。よっしゃー、マネージャー二人、強豪見て。ひなたにとあと影山くんにお願いがあるんだけど。何？Oh, she's crying. That's cute. 私遠征の資金が足りないって話聞いちゃって。そのことでちょっといいですか？そんなの全然ダメじゃん。お母さん。私なら見向きもしないわよ。何を見せたいの？どういう人に見てもらいたいの？どうすれば通りすがりの人が立ち止まって見ると思うの？That's awesome. Also, her mom's a baddie, damn that. Yeah, she's a MILF. Chisana Kyojin. Hinata ni to ato Kageyama kun ni onegai ga aru nda kedo. Iku zo, Kageyama. Oh.The crows head back into the national skies. The little giant returns. Karasuno High School Volleyball Club is requesting donations. Okay, damn, it's lit. That photo. Oh my god. Nice. Good job, Yachi-san. Takeda-sensei. なんかポスターを見た方がバレー部への寄付金はどうすればいいのかというお電話が。Oh, nice! People are actually donating. 今日からヤチさんがマネージャーとして正式入部ということで。はい。せーの。ようこそ。あなたの方法配信。Okay. Tanaka. That was all for Haikyuu Season 2 Episode 3. Thank you guys for watching. If you liked this video, then press the like button and subscribe to me. Thank you guys. If you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah. Matane.